吉本芸人より搾取されている日本代表。日本代表の収入源は代表関連の27億円とスポンサーなどの事業関連103億円を合わせた計130億円です。その中で選手の取り分は日当の1万円と勝利給の約20万円。2023年の代表戦は10試合、登録メンバーは26名なので勝利給は最大で5200万円、1試合につき4日かかるとして日当の合計は1000万円、合わせて6200万円が選手の報酬です。吉本芸人の取り分は9対1と言われており、130億円と6200万円は 9.95 対 0.05 なので、代表選手は搾取されてるで有名な吉本芸人の20分の1程度の報酬しか受け取っていません。それなのに不可解なのが、8年連続赤字。役員報酬は、